シオン、また無断で入ってきていたのかあれほどダメだと言ったろうに、うん。でも、母さんの病気、心配だったから。今日はお見舞いの日じゃないだろすぐに家に帰るんだ。母さんのことは父さんたちに任せなさい。でも。シオン あの私が送ります君がはいあのすみませんでした疲れで気持ちが不安定になってましてうんそうかでは娘のことを頼むさあお姉ちゃんと一緒に行こうお母さん きっと良くなるから大丈夫よお医者さんだってたくさんついてくれてるし